ばい、何も釣れんっていうか、周りが釣れてるのに俺が釣れない。なんだ、さあ改めましておはようございます。ありがとうございます。ここね、千葉を釣る台、ここのじゃなくて、おはようございます、改めましておはようございます。朝からいい感じに千葉を釣る第8弾になりますかね。9弾なんだよな。ちょっとね、前回はね不甲斐ない結果で猫ちゃん会だったね。もう一度ねちょっとね、この辺そのところをですね、ちょっとリベンジ的にやっていきたいなと思いまして。前にね、その先の龍ヶ崎堤防の方ではね、を通り越してですね、ここね富浦のね急行ってところですね、来ました。で、一応ね先端でも今ね黒鯛釣りの方がね、やってらっしゃいますんでね、その隣に釣り竿をちょっと、歩くだけで疲れるな、セッティングしまして、今日はねまあいつものごとくまあちょい投げ、多分ここね前にちょっと記憶ではね白ギスとか釣れたと思うんで、まあそれ以上狙ういるかどうか分かんないけどね、ちょい投げで真ん中あたり、ちょっと深場になってるところに、青い磯目をぶっ込んで、で手前にもう一個はサビキですね、投げサビキ、ぶっ込みサビキですか、なるほど、やりまして、あとこちらの方でね穴釣り、なるほど。こんな感じでねちょっとやっていきたいと思います。また分かった。この堤防の向こうにねあのテトラがあるんで、そこ穴釣り好きやね、やっていきたいと思います。じゃあちょっとね三種の神器使うのね、はい、お、水も入れて釣れる気満々やな。準備 OK か？まだハーハー言うとるな。お次は穴釣りか。さあ、あとめっちゃいそうやね。ちょっと穴釣り、ちょっとこれ、ちょっと仕掛けときましょう。これも全部置いてますってこと？この辺なんか穴があったから、ここ行ってみましょうか。意外と穴は少ないんか。さて何かおるかな？お、深い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 。よし、いった。深いならなおのことおりそう。やっぱり全部置くんやね。よし、これでとりあえずは、サビキでしょ。いや、釣れる気しねえな、これ。出る前に負けること考えるのかいるかよ。青い染め、そして、穴釣り穴釣り仕掛け、4段構えってことか。そしてこれは小さいルアーだけど、だけどだけど何や。魚いねえもんな。そんなことを俺たちに言われても、ま、ゼロってことはないっしょ。これはね多分釣れねえ。突破するっきゃないっしょ。こんなんで最近はアームヨーケ使うねー。ライトのロッドに、軽いジグヘッドにワームをつけて、こんな感じ。カシみたいだな。あ、ちょっと待って、こんな感じ。よし、これを
ぶっこんでくんで、よろしく。そうね、そこの、その辺投げて根がかりしそうなとこやね。マシボトムまで落として、ワームの実だから落ちるのゆっくりなのか。糸がだるだるやな。ボトム落ちてないけど、ゆっくり巻いとこう。落ちなくていいんかい。そんな予感いらんな。釣りは自分との勝負やぞ。なんとなくってなんや。巻く音すごいな。おやおやおや、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 何か釣れましたよ。釣れてたやね。何か釣れましたよ。解散やね。なんか食べられそうな貝が釣れましたよ。はい、バイバイ。それを餌にしないんかい。巻き貝の一種ですね。それはわかるんだよな。よいしょ。さてと、親父ギャグやめろ。改めまして、ちょっと移動してきました。旧船形港から新船が、あ、船形じゃない、旧富浦港から、始まり弱いな。新富浦港に来ました。で、結構ね、今日今ね、2、3年を常連さんとかお話聞いたらですね、カマスが釣れてるっていうのでね、先ほどちょっとね見せてもらったんですよ、カマス。なんでちょっとね、もうライトロッド持ち、のみでいろいろちょっとね買ったんですけど、あの釣り具屋さんで何を買うたんやろ。ちょっとこのジグヘッドで、軽くサーチしてきます。ちょっとこっちが濁ってるんですけど、まあベイトがいるんで。ふむ、ちょっと濁ってるね、こっち側。白よりも黄色がいいかな。見にくいかもね。うん、よし、こんな感じ。よし、こう黄色のジグヘッド、ゴーね、よいしょ、よし、ゴー。どんどん釣り上がっていこう。釣り上がる？まあ、ベイトが追われてないからそんなに。おらんかもな。えらいかかってるな。周りが釣れてるのに俺が釣れない。なんだ、餌と仕掛けちゃう。なんだ、ルアーが悪いのか。あ、ちょっともう限界ですね。諦めたらそこで試合終了ですよ。あららら、次やってんじゃん。よし、行こう。ボイルしてるぞ。カマスがボイルしてる。来た、よし。来た。なんだか簡単に釣れた。簡単に釣れました。やっと。かわいいな。沖で全然釣れなかったのに。諦めなくてよかった。ここに来て、はい、
はい、簡単にかまつれました。よし、はい、バイバイ。あ、食べないんかい。バイバイ。おいしそうなのに。大きいの欲しいな。大物狙いに切り替わった。切り替え早くて偉い。集中すると喋らなくなるな。よし、お、いたか。来たよ。よっしょー、かます、かます祭りやね。よいしょー、はい、ちょっと持って帰ろう、これ焼いて食べよう。さっきのはどうして？なんとかあと2匹ぐらい釣りたいね。ねえ、2匹ぐらい釣りてえな。ノルマあと2匹頑張ろう。来そうやな。急げ急げ。ボイル見つけたのか。ダダ漏れ中。あ、来ない。さっきが漏れてるんじゃないか。お、カマスボイルです。カマスボイル。よし、俺のオレンジ呼んだ。厳しいか。あら、終わっちゃいましたね。下手にアクションしないでダダ巻きでいこうか。今日の釣果、真っ暗やん。20センチ、25センチぐらいのカマスが1匹。見てください。あ、はい。ね、朝からね、朝に向こう、旧富浦港行って、そこから何も釣れずに。厳しい戦いだったね。途中ね、釣り具屋さん寄ってですね、何を買ったね、カマスが釣れてるよっていうまた情報もらったんでね、新富浦港に行きました。真っ暗ですよね。で、午後ずっとねやっててね、周りはねすごく釣れてたんですよ。多分ね、うまい人でね20匹以上は釣ってんじゃないですかね。結構ボコ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 周りで釣れてるんだけどね、私には全くと言っていいほど当たりがなくてですね、まあようやく2回ぐらいはね当たりあったんですけど、全然もうダメだよね。で、途中雨降ってきたんで、でシュッと思って車の方戻ってきたら、あの浅場の方でですね、雨降ってたのか、カマスがベイトを追ってボイルしてたんで、そこですぐさまやって、1匹ね釣ったんですよ。まず1匹、それをね、今日はもういいや、持って帰るのやめようと思って1匹逃がしちゃったんだけど、2匹目釣る間に考えて、いや、やっぱちょっと塩焼きで食いてえなーって。何その心変わり。で、ちょっとバカすか釣れるんだろうっていうので、まあ1匹キープして、もう2匹ぐらいはキープしたいなと思って一生懸命その後頑張ったんだけど、釣れなかったです。あー、疲れた。まあちょっとこいつね帰ってね週明けにしたいと思います。いやー、釣ってる人はすごい釣ってるのよ。裏山やね。だからそれがねすごい悔しいの。まあでも手前の方でなんとかね
2匹釣って、まあ、1匹お持ち帰りってことで、坊主ではなかったのでとりあえず良かったです。ちょっとねすごいね悔しい思いをした、千葉を釣る第8弾ん8弾9弾だ釣ってるだろ。いや9弾どっちだい分かっとるやんけなんですけど、次はねもう一個また南に行こうと思いますね。なのでまたね応援の方よろしくお願いします。南の方に行きます。言い方はいはい、それじゃあ次も絶対見てくれよな。バイバイ。